こんにちは。こんにちは。結婚相談所はどんなとこだと思いますか？男性ばかりの職場だったりとか、女性ばかりの職場だったりとか、あと、なかなかそういうところで出会うチャンスが少ないっていう方が基本的には多いですけれども、一つの結婚相手を、見つける場所としてのところっていう風な感じで考えてくださって構わないと思います。結婚するしたい人のための結婚するための手段の中の一つということですね。そうですね、はい。まず、ご希望に合った方を選んでいただいて、逆に選ばれる場合もありますので、で会ってみたいなって思った感じでいいので、平たく言うと、お友達からこんな人に会ってみない、あ、いいかもしれないっていうぐらいのノリで構わないと思います。あ、全然イメージと違いましたね。出会いのきっかけで同じ職場とか、合コンで知り合って仲良くなったとか、あまり変わらないですね。そうですね、それとはあまり変わらなく、ただプロフィールをしっかり、分かっているので、最初に安心で安全ですね。ということは、普通の出会いと大きく違う点というのは、その数字で全てが分かるということですね。そうですね、先に分かっているっていう部分がありますね。このメリットとデメリットっていうのは、そうですね、基本的に選ぶときにあまりにも絞り込んでしまうと選択肢が少なくなるので厳しいかもしれませんけれども、ただ譲れないご条件だとか理想だとかっていうことがありますので、そこだけ少しだけ絞っていただいてやっていただけるといいかなとは思います。実際にこう、11年間、お勤めされたということなんですが、どうでしたか、実際 の、 理想と現実じゃないけど、どうですか、感想というのは。そうですね、こういう感じなのかっていうふうに思った部分もありますけれども、もっとこんな風にしたいなとか、そういうことはいつも考えてました。ただ会社員として、結婚相談室に勤めておりましたので、なかなか自分の思う通りにはいかない部分もありましたので、ぜひ自分でやってみたいなっていうふうには思いましたね。お一人お一人に深く関わりたいというふうに思って、深くてそれで、長く、結婚されてからもお付き合いをずっと続けていきたいっていう思いがありましたので、一応ご成婚されるとそれでっていうことが一つ結婚相談室の区切りになりますけれども、自分でしてからは、相談できるっていうことですね。個別個別でそれぞれで相談できるメリットって何ですかね。そうですね、すごくこうナイーブな話になりますし、その方その方の、ライフスタイルですとか、悩みに対してその方でしか解決できないこととか、その方に合った私なりの考え方とか、ができるようになっているので、それはすごくいいと思います。反応っていうんですかね、今までの結婚相談所とは違うスタイルを取られてるわけじゃないですか。なんかそういう反応とかって、お客さんからの声っていうのは何かありましたか。そうですね、例えばデート一つを取っても、デートの時そんな細かい内容まで、デートの直前に聞いたりとかできなかった、でも、私のところにちょっとこういう形でデートするんだけれどもって言った時には、じゃあこうしなさいとか、こうした方がいいんじゃないっていうことをできますし、あとそうですね、
定という形ではないので、かなり突っ込んだ話ができる相手になるかどうかっていうのはすごく難しいと思います。私との信頼関係のを築いた後に、活動していただくっていうのがモットーですので、まず、私のことを知っていただいて、私も会員さんになられる方のことをよく知って、それで、まあ、2人でっていうか、ご一緒に結婚へ向けて頑張っていくっていうのがモットーですね。はい、ありがとうございました。